今回の大分コレクションは真剣遊ぶ子を目指す大分県の幼児教育スーパーバイザーの取り組みについてご紹介します。幼児教育スーパーバイザーについて教えてください。はい、県の幼児教育センターでは幼児教育の質の向上に向けて専門的知識と指導的立場の経験がある幼児教育スーパーバイザーを3名配置して現場の先生方や市町村の取り組みを支援しています。幼児教育スーパーバイザーは3名いますが、それぞれ人材育成、幼小接続、園内研修を担当してもらっています。その他にも派遣申請があれば園に訪問したり、幼児教育センターが実施する研修の企画や講師、実践事例の収集なども行ったりしています。経験豊富な人材が務める幼児教育スーパーバイザー、それぞれの担当について詳しく伺います。各市町村において幼児教育の専門的な助言や指導ができる市町村幼児教育アドバイザーと、園内研修の推進をしていく園内リーダーの養成育成をしております。幼児教育センターでは市町村幼児教育アドバイザーと園内リーダーが集まって保育参観をして協議をする、実践的な現場研修を行っております。実践を通して保育の質の向上について学んでいただいております。現在幼児教育と小学校教育をつなぐために各市町村では幼保小の架け橋プログラムに取り組んでいます。この取り組みを支援するために各市町村の担当者の相談に乗ったり、開発会議等の企画運営の支援を行ったり、研修会の講師として務めています。そして各市町村では今架け橋期のプログラムに向かってたくさんの取り組みをしております。竹田市では国の開発のモデル地域として先進的な取り組みを行っており、そこに私も開発会議の委員、また架け橋期のコーディネーターとして参画しております。園内研修の充実を図るために園の訪問を行っています。日頃忙しい先生方が時間を見つけて研修できるようにオンデマンド教材を活用してオンライン研修を進めております。今年度新たに申し込まれた園に私も一緒に行って研修を進めております。オンライン研修は県内どの園でも申し込みできますか？はい、現在130円ほど申し込みがありますが、まだ申し込みできます。興味がある園はどんどん申し込まれてください。幼児教育スーパーバイザーを利用するにはどうしたらいいですか？まずは話を聞いてみたいという相談でも大丈夫です。派遣する場合も費用はかかりませんので、幼児教育センターまで気軽に問い合わせてみてください。最後に真剣遊ぶ子を実現することでどのような力が育まれるのか教えてください。はい、幼児期は夢中になって遊ぶことで他者と関わる力、豊かな感性、諦めずにやり抜く力など非認知能力が育まれていきます。県では幼児教育スーパーバイザーが3人いますので、ぜひ活用していただき、一緒に真剣遊ぶ子の実現を目指していきましょう。